ね、今ツアー中、まあ、さっきも言いました、そうです、はい、え、何回、何回というか何箇所ぐらい今回は行くんですか。全部で27で、今どれぐらい終わったんですか。6本あ、まだまだじゃないですか。今一番もうなんかもうしんどい時じゃないですか、ね、そうです。でも地方行ったらもう、これは好き放題ですからね、これ。お、どういう意味かな。この男二人はね、もう地方のやつを。ああ、あらむ、ガツンガツン。飯食えんくせに、あっちは。そうなんですか。ねえ、レオ。最近よくレオって言われるらしいね。そうなんですよ。ほんで、あのライブとかで、メンバー紹介とか。あるじゃないですか。もうだんだんレオになってくる。喋るのだんだん。それで、レオとか言われるんですけど、で、まあ喜ばせようかなと思って、あのモノマネでもしようかなとは思うんですけど、あの、あれ、あの人のモノマネってどうやんのかなって。もうなってるわ。っていうかね、あれしたらどうですか。あのほらライブのビデオとか出るでしょ、うん、あんなのメイキングとかあるじゃないですか、うん、あんなの出た時にちゃんとナレーションをするんですか。ああ、そうそう、ええ、バンドは早い。それええよ。朝はとっても早い。さあ、それええよ。そっち来たらええやん。なんかコンサートで面白いこぼれ話はないのかね。あの二十歳になったんで、お酒飲めるようになったんですよ。あ、なるほど。まあまあ前からね、お酒とタバコはもうバンバン言ってたから。そうなん。あ、ええー、な、ええー、ことされてるなこれ。ええやっけ。いや、でもすっごい、地方とか行ってもな、君耳触られると喋りだすなんかある、連動してんのかな。何でしょう地方とか行くと、やっぱいろんな人が「へえ」見てて、ちょっと断っていいのよ。へえ見てて、ほら見て、耳触れへんかったら喋れへんかったら、今のはいいよ。今のはうまかった。それやねん、君らに前からやってほしかった。免許取ったって。免許は取りました。あ、なるほど、うん、これは行動範囲広がるね。車は持ってる。車は買って、うん、はい、今ちょうど楽しい時期や。楽しい、うん、走り回ってんの、うん、あ、そう。まだ満点なんですか。え、ま、あ何気やな。まだ満点なん。満点。あ、そうなんや。取り立て。どれぐらい取って、どれぐらいですか。4月ぐらい。まだ2ヶ月とか3ヶ月。あれ貼ってます、あなた車に。どうです、初心者マーク。初心者マーク貼ってます。あ、ちゃんと貼ってる。俺今日初めてあれ見たわ。あれ何マーク、あれ。おじいちゃんのやつ。おじいちゃんマーク。枯葉マーク。枯葉マーク。枯葉マーク。目立てへんのよな、あれ。色もなんや、茶色ってね。余計あれなんやろって。バーン、バーン、見に行きますよ。あ、見た見た。あなた どんなとこドライブ行くんですか。パンチャーとか。ドライブちゃうやん、買い物やわな、それ、うん、高速乗れるんですか。高速は取った、その日に乗って。高速教習は受けたんですか。高速教習受けて。ちゃんとだらだらしたらあかんよ。あの高速でもあれ、はい、金張るてから釣りもうて、そこで財布開けて入れてから大丈夫。許せないですよ。ツアー終わったらどんな感じになるんですか、お三人さんは。ツアー終わったら今度またレコーディングですか。どうか。そればっかりやん。そればっかりですよ。年に何曲ぐらい出してるんでしたっけ。年に決まってないんですか。4枚とか。この間多かったんですよ。この間5枚出してましたよね。それって最近で言うと多いですよね。多いです。普通2枚ぐらい、3枚ぐらい。多くて3枚多くて3枚ですよね。それは3人に関してはどうなんですか。ありなんですか、その多いっちゅうのは。うん、曲ないうちにタイアップ決まっちゃうんで。それきついやん。そうなんですよ。あらららら、作らなあかんっていう。そうなんですよ。あらら、断ったらよろしいやん。せっかくいただいてるからやっぱり断れないじゃないですか。そんな貧乏根性出さんとさ、ちょっと休ませてくれよとかあるやん。俺の体を見てくれと。休んだ方がええやろ。いたこ全裸になって、全裸になってで蛍光塗料塗って部屋真っ暗にして踊ったんやん。これでも頼むか。
渋滞を抜けると恥ずかしいと思い